い、皆さんこんにちは。もうね、雪柳が綺麗ですね。ここは電車来ましたね。高架のある場所です。もうね、早咲きの桜とかね、木蓮がね、住宅街ではいっぱいに咲いています。しちゃいますね。この辺はね、坂が多くてね、坂道を上がったり降りたりするんですけど、いつも思うのはね、坂道をすれ違う時って微妙に連帯感があるっていうかね、あなたも坂を上がってますね、あなたも坂を下ってますねっていう感覚がね、ちょっと感じます。人間はね、すれ違う人にもシナプス、その連帯感のシナプスを脳が勝手にかけるらしいんですよね。だからまあちょっとしんどい坂とかね、下りとかね、だといつもよりもそのシナプスをつなごうとする力がより多く働くのかなと思いますね。それはね、ジョギングしていて同じジョギングをする人とすれ違った時にも感じるので、すっかり春です。走ります。小さなね、とっても小さなサギがいます。もうね、大きいサギは渡り鳥だから北の方へ行っちゃったんじゃないかな。あれは田んぼとかにもいるやつですね。まあ、田んぼないけどね。お腹空いてきたな。美味しそう。行きましょうか。はい、帰ってきました。このね、生垣の芽が出始めてますね。いい天気でした。ここでね、人とすれ違うことはまあたまにあるんだけど、今ね、すれ違っちゃいましたね。びっくりでした。なんかだろうな、足はね、こんな感じ。ドア開けてね、人がいるとびっくりしますね。心構えができてないとね。はい、では洗います。